加盟国として支払っている拠出金について誤解を招く内容が書かれたボウトリーブのポスターポスト真実の政治の一例ボウトリーブはイギリスの欧州連合離脱是非を問う国民投票に伴い欧州連合からの離脱に賛成のキャンペーンを展開している超党派の団体ボウトリーブの活動はボリスジョンソンやナイジェルローソンなどからも支持されている イギリスの中小企業の約7割以上が自国の貿易政策は欧州連合ではなく自国政府がコントロールすべきであると考えている。そのため EU 離脱によって EU 法による制限を解除しイギリスの主権を取り戻すと主張している。具体的な政策として EU との友好関係や自由貿易を 再交渉することにより EU 加盟料として支払っている毎週3億5000万ポンドの支払いを停止し国民保険サービスや科学研究といった事項を優先させるとしている。ボートリーブはトヨタ自動車、日産自動車のロゴ商標をビラやプラカードに無断で運動の宣伝に使用しトヨタ自動車、日産自動車が EU 離脱運動を支持しているかのような 誤った印象を与えた。ボートリーブのパンフレットには、トヨタ自動車、日産自動車、米ゼネラルモーターズ参加のボックスホールなどの無断使用のロゴとともに、主要な雇用者は国民投票の結果にかかわらず、英国にとどまると表明しているという文言が印刷されていた。日産自動車はロゴの無断使用をやめるよう求めたが拒絶されたため、ボートリーブを提訴した。 ありがとうございます。